2025年の大阪・関西万博の開幕まで500日となった今日、前売り券の販売が始まりました。チケットは公式ホームページなどで購入でき、1日券や複数回入場できる通期パスなどが用意されています。万博を運営する協会は運営費の大半を入場料の収入で賄う方針で、2300万枚を販売目標にしています。 準備の遅れなどが指摘される中、各地でイベントを開き、機運の盛り上げを図っています。新しいイノベーション、新しい技術をしっかりと世界に発信をしていければと、予算については、徹底的に無駄遣いがないように、コストダウン、徹底して管理を行っていきます。